妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日のル戦車は、中国のケア7中戦車、T-34-13 だね。うむ。マップはウクライナのハリコフ、マッチングはケア7から9のボトムマッチングだね。それじゃあ初動は西にでも行こうか。了解だよお姉ちゃん。今日のマッチング、ニケアサマッチングの中でも最も格上車両の多い、4.5.6 マッチングだね。うむ。これはハードモードな予感だね。ただ、不幸中の幸いなことに、ティア級には軽戦車も中戦車もいないから、西戦場に限定すれば、疑似的な1ティア差マッチングで済みそうではあるんだよね。そうだねお姉ちゃん。自走さんが2両いる今日のマッチングで、中戦車さんは西に来づらいもんね。うむ。都配へ途中まで一緒だったブーラスクさんが途中で止まっちゃったし、ここは慎重に行くとしようか。了解だよお姉ちゃん。さて、誰が来ているかな？あれ、誰も来ていないのかな？チリちゃんとか T69 が来ていてもおかしくないのにね。本当だねお姉ちゃん。西に誰もいないのは、普通ありえないよね。うむ。こっちに来ないで、狙撃ポジションで待ち伏せとかかな？紙目を使っているけど、何も見えないねお姉ちゃん。進軍したい気もするけど、これはあまりに不気味だね。とりあえず後続のブーラスクさんの到着を待つとしようか。了解だよお姉ちゃん。お、敵の軽戦車を発見だね。撃つのはまずいよね、お姉ちゃん。うむ。ここは敵が後退するのを待って、茂みハサミショットと行こうか。ナイスショットだ妹よ。六冠の反応もないし、茂みハサミショット成功だね。やったね、お姉ちゃん。お姉ちゃんお姉ちゃん。チリちゃんは東の重戦車戦場にいるみたいだよ。本当だな妹よ。今ならブーラスクさんもいるし、どこかに T69 がいても、なんとかなるかな？よし、ここはブーラスクさんがついてきてくれると信じて、突撃しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。で、は、突撃だ突撃。よし、ブーラスクさんも来てくれているね。いいね、お姉ちゃん。まずは正面の丘に張り付いて、索敵と行こうか。了解だよお姉ちゃん。お、さっきの軽戦車さんまだいたんだね。ナイスショットだ妹よ。よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。ここで戦っていて横槍が一切来ないっていうことは、近くにも北西にも敵はいなさそうだね。そうだねお姉ちゃん。おっと、ちょうど正面の敵が見えるし、ここは狙撃と言っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。狙い撃つね。ナイスショットだ妹よ。それじゃあお次は敵陣の見える位置の茂みに移動して、索敵しつつ狙撃と行こうか。了解だよお姉ちゃん。さて、誰か見えないかな？おっと、あれはチリちゃんだね。あのチリちゃん、美味しく撃てそうなのに、手前の瓦礫が絶妙に邪魔だね。本当だねお姉ちゃん。お、下がってきたか、リロード完了まで動かないでね。ナイスショットだ妹よ。むう、敵陣の防衛に ISU-152 がついているのか。ナイスショットだ妹よ。むう、見つかってないわずなのに、これはブラインドショットかな？きっとそうだねお姉ちゃん。これは移動した方がいいのかな？うむ。そうしようか妹よ。とはいえ、茂みのない場所だと ISU-152 に見つかるかもだから、隣の茂みにお引っ越しだね。了解だよお姉ちゃん。お姉ちゃん、スウェーデン駆逐さんもこっちに来てくれたね。前進するときに後ろを任せられるし、それはいいね。本当だねお姉ちゃん。よし、敵を発見だね。あれはさっきの IS-2S3 か。早撃ちは苦手なんだよね、この子。あわう。でも本当だねお姉ちゃん。おや、チリちゃんがこちら側に来てるね。ナイス撃破だ妹よ。あれはさっき離隊を切ってくれた 50TP か。あの 50TP は撃てそうにないね。
ここは ISU152 の対処に行こうか。ブーラスクさんとクロスが組める今なら、たやすく撃破できる技だ。了解だよ、姉ちゃん。と、ちょっと待って、こっちを向くのは反則ですよ。危ない危ない、リロード中だったかな？きっとそうだね、お姉ちゃん。おお、そしてナイス撃破だ、味方さんだね。本当だね、お姉ちゃん。スウェーデン駆逐さん、いい位置にいてくれたね。って、あう、今日の心の中の相棒、ブーラスクさんか。あうあう。やったのは T32SU130PM だね。うむ。許さんぞ、絶対に許さんぞ。というわけでまずはちょこんとキャプを踏んで、敵を釣り出そうか。そしてそこを、スウェーデン駆逐さんと仕留める。完璧な計画だね。いいね、お姉ちゃん。ただちょっとあの重戦車たちが気になるね。そうだね、お姉ちゃん。IS2S3 はともかく、50TP3 との打ち合いは避けたいね。うむ。お、50TP3 品種か、なら大丈夫かな。さあ、キャプが開始されましたよ。早く切りに来ないと負けちゃいますよ。この動き、IS2S3 が来そうだね。うむ。できれば駆逐たちに、ブーラスクさんの仕返しをしたかったけど、邪魔するなら撃っちゃうもんね。ナイスショットだ妹よ。今の、撃つまで見つかってなかったね。うむ。ソ連重戦車の特徴の一つ、近眼が発動だね。あわう。さあ、何度でも相手になるぞ IS2S よ。かかってくるがいい。ナイス撃破だ妹よ。味方自走さん、いいダメージ出してたね。うむ。おかげで撃破できちゃったね。そして来たな。これはブーラスクさんの分。あわう。己自走褒め。まだまだブーラスクさんの分は終わってないのに。と、そうだよね。同じ西部隊員として、スウェーデン駆逐さんもブーラスクさんの分したかったよね。あわう。絶対通じてないよ、姉ちゃん。大丈夫だ、妹よ。こういうのは魂の声として不思議と通じ合えるものなのだよ。お、T30 撃ったね。それじゃあ、これもブーラスクさんの分って、あわう、味方に当たっただと。だがまだだ、まだブーラスクさんの分を T30 に返せていない。これがブーラスクさんの分。そしてこれが、ブーラスクさんの分だー。よしよし、ナイス撃破だ妹よ。そしてちょうど最後の敵が正面だね。撃っちゃうねお姉ちゃん。あわう、外れちゃったよお姉ちゃん。どんまいだ妹よ。ともあれ無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ2641、キル数3、アシスト994、棒ダメ950。スコアは1222でチーム内トップ、1バッジをゲットだね。これ、ラスト攻撃当たってたら、M バッジいけたかな？ギア級の自走さん相手だし、いけた可能性も高いねお姉ちゃん。あわう。惜しいことをしたね。終始は、ボトムマッチングだったからついつい禁断オンリープレイをしちゃったけど、イベントのおかげで黒字だね。いいね、お姉ちゃん。それでは、ご視聴ありがとうございました。